皆さんこんにちは。バンコク3日目の朝です。今日はアメリカンブレックファーストにしました。美味しそう。それではいただきます。血糖値のためにまずは野菜から。昨日買ったポメロをデザートでいただきます。ポメロはグレープフルーツに味が似ています。大好物。ビオフェルミンと美白剤は必須。ポーちゃんはお留守番です。プロンポン駅にやってきました。今日は一日お買い物の旅です。プロンポンにはかわいい雑貨のお店がたくさんあります。プロンポン駅から10分ほどのクーンにやってきました。日本人好みのかわいい雑貨がたくさん売っています。いい買い物ができました。クーンの近くにチムリムという雑貨屋さんがあります。こちらもおすすめです。アイスクリーム屋さんです。チムリムから15分ぐらい歩いたところにニアイコールというお店があります。こちらのお店もセンスが良い雑貨がたくさん置いてあります。一軒一軒のお店が離れていますので、朝の早い時間の行動がおすすめです。お次の目的地までシーローに乗ります。歩くと30分ぐらいかかってしまうので、暑い国では楽ができるところは楽をしましょう。とても快適でした。到着。フルーツパーラーパーデンにやってきました。11時のオープンまでしばし待ちます。一番乗りで潜入します。はい、こんにちは。かわいい。はい、あっちがいいかな。店内にはセンスのいいかわいい雑貨がいっぱい置いてます。魅惑的なメニューがいっぱい。悩みます。でももう今日は心に決めていました。テーブルがかわいい席に移動させてもらいました。なんておしゃれなんでしょう。買い物も楽しみです。パーデンパフェが来ました。マンゴスチンにポメロ、サラックにメロン、パパイヤにスイカ、ドラゴンフルーツ、梨という豪華な盛り合わせです。それではいただきます。上に乗っているフルーツをお皿に移動させます。アイスクリームをココナッツに変更してもらいました。フルーツも全部甘く、味、見た目ともに完璧でした。こちらのお店、大変気に入りました。お隣にあるアソーク駅まで歩いてゆく道すがらスーパーをパトロール。こいものを発見してしまいました。異国人がノンヘルで4欠です。おもちゃ屋さんなんでしょうか。30分ぐらい歩いてターミナル21に到着しました。大型ショッピングセンターです。まるで空港のターミナルビルのようです。世界各地の都市をイメージしたインテリアになっています。日本のフロアをパトロールしようと思います。外国人が見た日本のイメージはこんな感じなのでしょうか。日本フロアのトイレがとっても素敵でした。ここでカリウム補給をします。スイカとライチのスムージー、濃厚で美味しい。欲しいものがなかったので移動をします。BTS を乗り継いでナショナルスタジアム駅にやってきました。無数のテナントが入る MBK センターです。日本の招き猫のカラオケだったり、ドキドキドンキがあったりします。そして奥には日本風の居酒屋なんかもあります。日本人気のようですね。アジアの暑い日中は屋内のショッピングセンターが大変便利です。雑貨やファッション、お土産物屋さんも無数に入っています。タイの T シャツやムエタイパンツ、タイのお土産物がこちらで揃います。6階には大変大きいフードコートとレストランが入っています。こちらのフードコートで忘れていた昼食を取ろうと思います。窓口でチャージ式のカードを購入します。無事に買えました。ぐるっと一回りして、やっぱりカオマンガイにしようと思います。お店の人が昼食中なのか全く相手にされません。しぶしぶ立ち上がり対応してくれました。お食事中に申し訳ございません。よっこらしょ、しょうがねえなという感じで用意してくださいました。それではいただきます。地味な見た目です。あれ、薄味かな。刻み生姜と辛いソースをふんだんにかけて美味しくいただきました。ごちそうさまでした。 MBK センターからサンヤムスクエアまで歩いて向かおうと思います。道路には露店がたくさんで大変にぎやかです。サンヤムスクエアにやってきました。若者が集まるタイの原宿のようなところです。思っていた以上にお店が変わっていました。平日なのにもかかわらずにぎわっています。こちらのお店でちょっと休憩をしようと思います。有名店マンゴータンゴでマンゴーのデザートを頼みました。それではいただきます。程よい甘さの生クリーム、濃厚な味のマンゴーアイスクリーム、タイスイーツのカオニャオマムアン、もち米とココナッツミルクのハーモニーがとても美味しいです。マンゴープリンもまさにマンゴーのような味わいです。ごちそうさまでした。大変満足です。一日中出っ放しでしたので、一旦ホテルに帰ります。お留守番ありがとう。ご飯に行こうと思ったら減雨です。予定を変更してホテルの近くのマッサージに来ました。ホットマッサージを2時間950バーツでした。たまたま当たりだったのか、とっても上手な方に当たりました。至福の2時間、最後にお茶が出ます。とてもいい店なのでリピートします。マッサージが終わる頃には雨は小降りになっていました。今晩の夕飯はこちらのパパイヤとコンビニのご飯にしようと思います。セブンイレブンでチャンビールとガパオライスを購入して帰りました。ビールがぬるいので氷が欲しいです。それではいただきます。大好物のガパオライスです。お店で温めてもらいました。びっくりです。コンビニのご飯がこんなにレベルが高いとは。そして先ほど路上で買ったパパイヤです。甘みがなく野菜のようでした。4日目に続きます。